語る女装家です。今回のニュースはこちら。貧乏芸人のひがみ、最低のやつ。ホリエモン、スピードワゴン小沢に芸能界の闇、指摘していた健康場に激怒し広がる波紋。フラッシュより。ということで現在ですね、松本人志さんが文春法を食らってですね、真実はどこにあるんだ状態になっているわけなんですけど、その文春法っていうのは松本人志さんの性加害疑惑と、で女性を集めたのがスピードワゴンの小沢さんと言われてるわけです。でスピードワゴンの小沢さんに関しては、今回の週刊誌の件が出る前なんですけど、剣道小林さんが小沢もすげえいい人で人と壁作らんしピュアなやつやけど誕生日会だけは行かん方がいいよ、芸能界の闇みたいな感じやからと言っていたと。これはラジオを直接聞いてないですけど、ケンコバさんの発言を、今までいろんな発言を聞いてきましたけど、冗談でしょう。とはいえ、200人ぐらい参加するというわけで、よくわからない人たちがいて、ケンコバさんが見たり聞いたりした感じで怪しい人もいるんでしょうね。で、それを、闇と大げさに言うことによって、笑いにしていると。つまりなんかこう、闇社会、裏社会の人物ということではなく、それこそ闇営業とかもそういう感じで広がっていった言葉だと思いますけど、なんか闇営業っていう言葉の面白さがありますからね。で、それに対して堀江さんが、どこが闇なのかさっぱりわかんねえんだけど、剣道小林とか言うやつ、俺小沢くんの誕生日会行ったことあるけど一人も闇っぽい人と出会ったことない、金持ちがいたから闇とか言うんなら単なる貧乏芸人のひがみだろと発信したと。ケンコバさんのことを、あんまり知らないんでしょうね。だからケンコバさんの人物像を知ってたらこんな風にならないような気もしますけど、それこそスピードワゴンの小沢さんが、いやホリエモンさんありがたいけどちょっとそんなこと言わなくていいよみたいになってるような気もしますが、でこの記事内にもコメントがあるんですけど、まともに情報を精査せずに切れ散らかしてるのはもう呆れるしかない。そうだなと私も思いました。小沢さん人脈っていうのは本当にいろんな人がいるとは思うので、それがまさに今回の松本さんの件を招いてる可能性もあるので、闇かどうかはわからないですけど、どちらかというとケンコバさんが言ってることの方が信憑性があるような気がします。それこそ堀江さんがその小沢さんの誕生会とかで集まってた人たちの素性を全部知ってるとか言うんだったら話は別なんですけど、そんなことはないと思うので、堀江さん側に立つとしたら、堀江さんは自分がそういった裏社会の人とつながったりすることをかなり警戒してる人で、写真撮影とかも YouTube とかの発言とかを見てるとそうなんですけど、だから自分はそういう反社会勢力とかと関わらないようにしてると、そういう自負もあって、そういう自分が参加してる誕生日会で自分がちょっと悪く言われたような気になったのかもしれないですね。ということで、これを見ているあなたはどう思いましたか？チャンネル登録、通知設定お願いします。また次の動画で会いましょう。